どうも、安全漫才です。今日は伝説のロイヤルゼリーを探しに宮崎県椎葉村にやってきました。今回のチャレンジは日本三大秘境の一つ椎葉村にあると言われる伝説のロイヤルゼリーをコンビで見つけ出しゲットするチャレンジ。題して安全漫才のルルチャレ。もう場所とかリサーチは知らないです、知らないです。どこですか？行きましょう。え、一からですか？もう一から探すとんですか？僕らがやるよ、ルルさんは。とりあえず聞き込みからやりますか？またそっからですか？いやー、皆さん、宮崎県の千葉さんの皆さん、ロイヤルゼリーどこですか？宮崎県のなんか人がいないんで、ほら観光協会を調べてるんで、ちょっとそっちで聞いてみましょうか。こんにちは。あ、すみません、わざわざ来ていただいて。伝説のですね、はい、ロイヤーゼリー。あの、ナスさんのところの蜂蜜のことかと思って。ナスさん、ナスさん。ミツバチと会話できる男って言われてるんですけど。ミツバチ。それはですね。そこら辺ですね。ちょっと、そのですね、その辺と言っても、おそらくすごいと思うんですけども。この辺ですか？どこですか？どこ？ここら辺です、そこら辺です。だからどこですか？そこです、そこです。そこです。え、ここがナスさん家なんですか？そうです、そこら辺にナスさん家があります。あとはだってもそこに行けばいいだけですもんね。そうです、ナスさん家に。そうです、そうです。でもナスさんのところがですね、もうすごい蜂蜜が人気で5年待ちとかなんですよ、ナスさんの蜂蜜が。だからあるかどうかはちょっと行ってみないとわからないんですけど。すごいな。歩いて行けるんですか？自転車があるんですよ。なので自転車に乗って。うわー、もうやめてください。これかえ、マジのじゃん。普通のですよ、これ。マジのじゃん。せーの、やらせてください。やるぞ、やるぞ、行ってくるね。伝説のロイヤルゼリーを求めて2人のチャレンジがスタート。ナスさん、やると思って。やばい、スピード乗っちゃう、スピード乗っちゃう、スピード乗っちゃう。スピード乗っちゃうぞ、これ。こっちか、あっちかって。あ、右か左かね。最初の直感を信じよう。ナスさん、右行こう。右行く？うん、あ、僕、俺は左行くぜ。なんで分かるんだ。何もない。ナスさん、貸すんじゃ。ナスさん、ナスさん、ロイヤルゼリー待ってろよ。こんにちは、こんにちは。あら、こんにちは。あら、また、こんにちは。お名前は？カメジ。まあ、左上級、ここで、はい、座って。すいません、ナスさんですか？ナスさんどこですか？ナスさん？ナスさん？東京のそういうとこまで来て、まあ、菅の話はいいが、まあ、とにかく座って。その、ナスさんって、どんな人？ネジでも来て。うわうまそう、うまい。ナスさんちはどこですか？ナスさんち近いですか？ナスさんちは遠いです。え、めで酒屋と酒屋もええと、とにかくなんて言ってるの。ナスさんどこですか？ちょっと場所知ってます。場所はどこかって、下の方。じゃあ下手の方にいるってことですか？下手の方におる。どれぐらいだろう？山ですれば三つか四つか越えないだろう。え、じゃあダメだ、あれも間に合わないよ。ナスさんどんな人ですか？顔とかは。顔とかはね、まあ、あの普通の人間であるけど、顔は面白い顔してる。面白い顔、うん、見れば笑顔が出る。そこにある、え、そこにあるんですね。もうロイヤルが、伝説のロイヤルがそこにありますか？よっしゃー、じゃあ行こう。あれも上手、下手、せーの、やるぞ、やるぞ、やるぞ。なんで知ってんすか？なんで知ってんすか？行ってきます。ありがとうございました。いやー、ありがとうございます。こんにちは。うわー、やべえやつに捕まっちゃったな。やばくない？やばい人に。いいじゃん、でしょ。時間相当ロスしたでしょ、あれ。でも時間はちょっとロスしちゃった。なんかある。うわ、なんかすげえ。おー、行ってみよう。あ、こんにちは。あ、かまど、こんにちは。こんにちは。すごい、なんだここ。あー、こんにちは。はい、来たことあるんですけども。はい、パラポンどうぞ。あの、伝説のロイヤルゼリーを探してて、那須さんって方知ってますか？ちょっとね、ツリーハウスがあるんですよ。ツリーハウス？うん、時間間に合いますかね？大丈夫ですか？大丈夫ですか？うわー、すごいけど。めちゃくちゃ隠れがあるじゃん。あれ
りましょう。じゃあ行きますか。ありがとうございました。もう一個大きいの、もう一個、もっと高いの作ります。もっと高いの。これからですか。そうそう、これから。あ、頑張ってください、はい、洞窟があるんですよ。わお、洞窟、すごい洞窟が。洞窟なんですね。行きましょう。あ、ちょっとやめてきます。そうですか。門脇さんっていう、うん、大丈夫ですか。少し洞窟の人がいたんですよ。エビみたいなちっちゃいのなんかあったんで、ちょっとやめてきます。やめとく。すいません、この辺じゃないか。いや、この坂じゃない。じゃあ、嘘、わかんねえよこれ。なんだこれ。行こう、行ってみよう。無印風車。 あれだ、行ってみよう。これだ。あらぼ、どうした。那須さんだ。いた。合ってる。すいません。あ、こんにちは。おお、はじめまして。うわ、もしかして那須さん。はい、那須久さん。はい、そうです。やったー、那須さん発見。やった。会いたかったんでしょ。伝説の ロイヤルゼリー、我々に、はい、譲っていただけないかなと思います。蜂と会話する男ですよ。そう簡単にはいきませんわ。でもどうしても出ないといけないもんで、はい、お手伝いさせていただいて蜂と会話できるようになるまで一応は一生懸命やりますんで、はい、お願いします。お願いします。お願いします。許してあげましょう。チャンスください。やったー。はい、はい、そこまで言うならもう、はい、まあ、許してあげますわ。まだまだ、よいしょ。でかくね。仲良いね、つまじしくって。すごくいい方ですよね。これあったかくなります。いい夫婦です、本当に。本日お見ます、いい夫婦の日なんじゃないかなんて。本当にロイヤルゼリーをゲットするっていうこともまず一番なんですけども、あの二人を何かこう支えたいなって気持ちになりましたね、ちょっと本当に。ロイヤルゼリーってなんかどんなんなんですかね。ヨウバチの巣があるという、はい、2月に分蜂するという、はい、その時下へ出てないロイヤルゼリー。ヨウバチのヨウバチのヨウバチの、はい、どうっすか。ナイスナイス。これでも絆も深まったし、どうしよう。せーの、やろう。大丈夫？大丈夫か、アルポン。風邪気味だな。うわ、かわいそうに。はあ、それじゃあ休んできなよ、もう本当に。アルポン！ちょっと早いんですけども。急遽ですね、アラボがちょっと風邪気味になったもんで、伝説のロイヤルゼリーをちょっといただけないでしょうか。それは大変じゃな、なんとか取ってあげましょう。あ、すいません、もうしぶしぶ OK していただいて、はい、もうありがとうございます。やるぞやるぞやるぞ。それはすみません、はい、ありがとうございます。急遽相方ラポンが風邪気味になったため、みやぞん一人で伝説のロイヤルゼリーをゲットすることにチャレンジ。題してみやぞんのルルチャレ。バッチリ変身完了。アラボン待ってろよ。おーい落ちた人います。いない。落ちた人、落ちたからしない。やっぱ落ちようじゃ死ぬことあるだろう。うわ、すごいこれ。すごいよ。うわ、島っていう島がないですね。こんな山奥のところにあるから、それは伝説だですね。アラポンは武士みたいな人ですね。1年ぐらい前だと思うんですけど、1年前と変わらぬ武士ですね。前とはちょっと変わった武士ですね。大勢ありますね。アラポンの好きなところは元気なところ。風邪気味だな。やっと着いたこれですか。はい、ちょっと蜂と会話してもらっていいですか。蜂と会話、蜂と会話、今日は蜂蜜取り来ました、もらいますよ。なんて言ってんですか。うんごいよ。うわうえー、こんないきなり。そんなこと言って行きます。おや、ごめんなさいねごめんなさい、本当。こう動かさね、こうこういうふう。これやっぱ壊しちゃいけないですよね。そうそう、壊れんごと。まだまだダメじゃ、取り方が。よし、これかいいですか。また両方の手でこう持ち上げね、切らん。
っしゃー出てきたー持っとってね持っとってあらぽーあらぽーやったぞったぞロイヤルゼリーどこですかロイヤルゼリーはねこれに含まれとってこの白いこれ白いやつこれいやちょこっとよほんのそうそうそうこれだけそうそうそうほんのこれこれだけが伝説のロイヤルゼリーやったーアナポーンちょっと肘が痛くなってきましたあ落ち着いてあなんで結局折っちゃった結局折っちゃうんだじゃあ折れてよかったんですか、うん、これはええてこれはもう上手ですね、うん、何やってんの何してるザリでどうしたメゾン体調悪いんじゃないのたっぷり休んで元気になったよおうっそだったら一緒に一緒に行けたじゃないだってメゾンこれあるからこれがいいまたこれこれあるからこれ蜂とかいっぱいいる中どうできたんだよこれロイヤルロイヤルゼリー蜂何蜂ほらロイヤルゼリーいいえロイヤルゼリー200も入ってきた元気になってよかったやったー別れの時那須さん本当にお二人ありがとうございます感謝しております、感謝してますありがとうございますその感謝の気持ちをちょっと歌であのあちょっと言わせていただきたいと思います、はい、お願いしますいいですか、はい、聞いてください、はいはい ニコニコ笑顔のお父さんとお母さん牛ちゃん、ニワトリ、ミツバチ自然豊かな場所でいろいろ学びました本当にありがとう丹精込めたものだから本当にいいものなんです優しいお父さんだからミツバチが寄ってくる伝説のロイヤルゼリーありがとう本当にありがとう意外に牛は臭い尻尾臭いありがとうございましたお二人ありがとうございます無事ちょっとだけだけど伝説のロイヤルゼリーゲットすることができましたロイヤルゼリー 200mg 配合ルル滋養内服液はコンビニで買える